入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます、受験トーク。それでは始めていきましょう。マナビズムの今井です。マナビズムの矢田です。お願いします。お願いします。皆さん明けましておめでとうございます。おめでとうございます。2022年になりましたね。2021年はマナビズムチャンネルをご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。2022年もマナビズムをよろしくお願いします。お願いします。はい、ということでですね、まあ、新年を迎えたこれ、はい、1月1日の0時0分に上がる動画となっておりますが、はい、僕らからマナビズムらしくいこうじゃないかと、2022年も一発目も、はい、ということでですね、勝つ会となっております、はい、僕と矢沢先生からね、みんながよりモチベーション上げて気合を入れて、うん、ラスト1ヶ月ラストスパートを駆け抜けてもらうためのメッセージやったりをいろいろ伝えていきたいなというふうに思っております、はい、はい、ということでまずは僕から行かせていただくんですけど、はい、これはね、まあマナビズム生全員がそうじゃないけど、僕が現役の時を振り返っても周りにもいたし、マナビズム生もちゃんと僕らが言ってあげないとそういう風な状況に陥っちゃうっていう風な、はい、ある状況があるんですけど、はい、この年末年始、まあ、矢沢先生もこのマナビズムチャンネルの動画で、はい、ピンの動画でこう年末年始の過ごし方、うん、いろいろ話されてたじゃないですか、うんうん、でその中でも言ってたことですし、まあ、ほんまにね、僕が受験指導に当たっていてもほんま思うんですけど、この1月勉強量落ちがちなんですよ。まあ、つまりは勉強時間がね少なくなってしまう、はいはい、年末年始だけじゃなくてね、はい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 、でそれはなんでそんなことが起きるのかというと、まあ、基本的にもうこのラスト1ヶ月とかってなんか新しい問題集やるとかそんな真似はしてほしくないから基本的には自分の志望校の過去問やったりだとか、それこそマナビズムの入試直前パックとか、うんうんうん、まあ、あとはもうインプット系の守りの勉強のしっかり復習をしていくぐらいしか、まあ、やることなくなるじゃないですか。でそれしかやることなくなったら、なんかね、みんな今までめっちゃこう過去問で点数取るためにガーってやってきたこの勉強の勢いが、うん、落ちていくんですよ。ありますあります。でそれは多くの場合はね、もう過去問とか守りの勉強以外に何したらいいかよう分からへんから何もしないとか、うん、過去問で点数振るわへんから友達になんか最近点数出えへんわって友達と喋る時間が無駄に増えたり、はいはい、いろんな勉強以外のことやったり勉強のことやったりでそういう風になってしまうんで、うん、もうそういう風に陥りがち、つまり自分がそういう風になってしまいそうやな、怖いなっていう風に思うんだったら、うん、もう時間でゴリゴリ計画立てて、うん、自分はもう何曜日の何時にこれするあれするってやったら、自分が思ってる以上に勉強時間ありますから、うん、だって特に現役生やったら、浪人生やったらね、ずっと今までと同じように自分の勉強時間があるし、まあ予備校の授業とかもほとんど終わってるはずなので、うん、まあずっと自習時間があると、うん、で現役生はもう学校がほぼないはずなので、まあ基本的に浪人生と同じぐらい勉強ができるようになると、そしたらね、今までより絶対勉強量増やせれます。はい、でそうなった時に、じゃあ過去問をなんかこう1日1回はやらなくていいよ、2日に1遍ぐらいやって、やった日に復習と、その問題で出てきたところの弱かったところを次の日に復習、過去問やってその日に中にその問題の復習を終わらして、次の日にまたインプットの勉強とか、出てきて自分ができなかった単元とかの復習をするっていう、このサイクルをしっかり作ってれば勉強時間は落ちないので、マジでみんな勉強時間落としたらあかん。この2022年、みんなが大学生になるまで、素敵なキャンパスライフを送れるようになるまでもう少しなんで、ラストスパートをちゃんと1ヶ月間、この具体的な話はね、矢沢先生の年末年始の過ごし方ちゃんと見といてや、まだ見てないと絶対見といてや、あの中で話してることをちゃんと行えていないのであれば受かる受験生じゃないからね、はい、受かる受験生としてしっかりこの1月ラスト1ヶ月過ごせるように頑張ってほしいなというふうに思います。はい、矢沢先生はどうでしょうか。はい、はい、勝つ会というか、はい、まあ、僕はそもそも大学受験というか大学はどこでもいいと思っているタイプなので、うん、そこに関してはもうね、最後1月にそのジタバタしたところで多少結果は変わるけれども、うん、まあもうあとはもう全力出してきてっていう話だと思うから、うん、そうですね、まあね、1月末とかにも送り出す系の動画多分出すと思うんだけど、はいはい、まあ、1個ここの入試終わり最後ではなく1月の頭にちょっと喋っとこうかなと思う話が1個あって、はい、君の志望校だけの対策で20点から60点アップが期待できる入試直前パック、今年も申し込み受付中です。詳細は動画の概要欄からどうぞ。ね、努力は夢中に勝てないというね、あの言葉があるんですけど、多分今もう受かるのをほぼ確定してる受験生たちってむっちゃ頑張って勉強してないんですよね、うん、むっちゃくちゃもうしんどいけどめっちゃ頑張って勉強するっていうか、もう呼吸をするように勉強してると思うんですよ。だからそれは夢中な状態なんですよね、うんうん、夢中な状態になれれば努力感がないんですよ。めっちゃ私僕は努力して頑張って勉強してるっていう感じじゃなくて、もう夢中でもやることをやってるみたいな、なんでその方が強いんですよね。だって頑張るって続かないからなかなか、
でも夢中でやっちゃってたら続くのよ。その状態がやっぱり最初ね、受験勉強し始めの時はそうじゃなかったはずなのね。夢中で勉強するっていう状態じゃなかったはず。でその状態がもしもう高校 1,2 年生の時からできてるんだったら、マジで次第志望じゃないから。次第志望ということは、多分その高校2年生の末とか3年生になってからやっと受験勉強し始めて、やり持っていくうちに夢中で勉強するっていうことになってる子が多いと思うから。でもこれってすげえ貴重な経験で、今のこの受験勉強にコミットできてるこの時間ってめちゃめちゃ貴重な時間で、それができていたらですね、僕は何でも結果できると思ってるんですよね。その頑張って努力するとかではなくて、夢中でやっちゃうっていう状態に持っていけたら。でも考えてみてください、みんな勉強好きなことじゃなかったはずなんですよ。でもやっていくうちに夢中になることができるんですね。みんなはこれを知れただけでもバリ成長やと思ってて、なんか大人になったらですね、好きなことじゃないと夢中になれないみたいな思っちゃうんですけど、今高校生の君たちは好きじゃない勉強ですらやろうと思ったら夢中でできるわけですよ。それを覚えておいてください。それバリでかい。だからやらされてることじゃなくて、夢中でやることによって、自分の人生が生き生きするっていうことももう経験したし、まあ、あとはもう結果出してもらうだけっていう話なんだけど、この経験っていうのは何かここから大学生になったり社会人になった後も、もちろんその自分探しの旅とか、なんかいろんな自分の興味あること何なんだろうっていうふうに探して、なかなかその見つからないっていうのが大学生活になっていくんですけど、その大学受験の時のね、別に好きなことじゃなくても一生懸命やってたら結局夢中になってたよなっていう経験って、マジでこれからみんなが手にする大学の名前なんかよりももっと崇高なことだと思うんで、あ、今確かに夢中でやってるなっていうのは、俯瞰的に遠い視野で見て、あ、自分ってこういうことで頑張れる人間なんだなっていうのは、ちょっと誇りを持ってもらっていいんじゃないかなというふうに思います。そういう素晴らしいね、2021年だったんじゃないかなというふうに思います。もちろんね、その力を使ってここが大きいことを成し遂げる1年にね、2022年はしていきましょう。ぜひ、はい、2022年も僕らマナビズムと一緒に頑張っていきましょう。以上です。それではこの動画はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。今日も動画最後まで見てくれてありがとうございます。マナビズムではですね、公式 LINE を用意します。その公式 LINE では君の志望校であったり今の実力っていうのを入力していくことによって、この参考書、この単語帳が最適ですよっていう風におすすめする英単語帳診断であったり、早慶マーチカンカン同率みたいな有名次第の傾向と対策はこうですよみたいな e-book、 次第攻略バイブルっていうのをプレゼントしてます。なんで興味ある方はぜひ LINE 登録よろしくお願いします。